口とマルビンはまだあえてその戦況を観察している、見ている、そんな時間になったになっています。あっと返していったのはドラゴンキット、ブレインバスターを返して、しかしカウンター式で太田からマルビンだ。マルビンは飛んでくる、スワンダイブしてのミサイルキック、投げ飛ばされて、今度は横須賀が入ってくる。しかしここは連携に行きそうだ。ロープをハンド、2人を相手にエルボー命中。今度はリッキー・マルビンか。おっと横須賀を使っておいてヒットに攻撃、さらには DDT、 流れるように2人を相手にするリッキー・マルビンです。足をすくう、自ら駆け上がってきてニュートラルコーナー、そして三角式、おじいさんとお父さんのルチャ、メキシコではプロレス一家リッキー・マルビン、去年からこのプロレスリングノアに所属しているマルビンだ。スメイスだ、そしてシャイニングウィザード、スタンド式、さらにはコーナートップに登って、あー、ここはドラゴンキックに捉えられました。捉えているところシーム入ってくる、足場を失ったマルビン捉えられている。さあ丸藤を、丸藤を対角のコーナー、ジャンピングにからエルボー、そして横須賀が捉えているところシーマとの連携、さらにはマルビンだ。全ての攻撃は相手2人につながっていた。先を読む天才シーマ。丸藤はドラゴンゲートの選手との対戦は初めて、もちろんシーマとの対戦も初めてということになります。これはうまくレフリーを使いましたマルビン。さあもう一度再び天才同士激突、しかし木のエルボー、ランニングエルボー、今度はロープを使っていく、ちょっとタイミングを外したか、しかしエルボー攻撃、この距離で、さあ今度は丸藤のランクどうだ。お互いがチョップを入れ合う、距離を取る、追いかけていくような、アクションバー、アクションバー、丸藤直道、天才丸藤ならではのロープワーク、相手をロープに振っておいて自ら追いかけていきました。そしてパワーボムの体勢、パワーボム、戦いの舞台をヘビーに移して力技も存分に見せつける丸藤。10分が経過した、かわしている、くるっと1回転、後ろから背中いっぺん、さらにはいっぺんに行く、しっかりとこの強敵であり挑発する相手太田一平、ここに仕掛けていきました。シーマインディアンデスロット、そしてブレンバスター、その反動は丸藤にも影響があった。10分が経過したところ、そのままセカンドロープに登っている状態、あっと立ち上げていきましたシーマ、ヴィーナス、そして前に落としていく、ここは次から次へと、今度はシーマが登っていくぞ、あっとこれは迎撃、マッドスプラッシュはかわしました、飛びついていく、そして太田一平とタッチをかわされた。今度は赤コーナーサイド、ノアサイドの連携が見られるか、ダブルかわした、バックに回って2人での、いやバックドロップをかわしているシーマ、倒しておいてフットスタンプ踏みつけていきました。目まぐるしく攻防が入れ替わります。第5試合の特別試合、そして2回転のこれまた式から今度は固め技、デジャブからクリストへと移行していった、デジャブからクリストへ、そして今度は太田一平か、太田一平回す、太田一平エアプレーンスピン70キロ、それを回していく、回していく、そりゃすらすらすらと景気よく回していく、10回転
ドラゴンキッドが2回転式のコルバトで回転すれば、一方の太田一平エアプレーンスピン、最後はギアを入れ替えた。あっと、まだドラゴンキッドが抵抗感覚を失っている。そこを捉えたぞ、そこを捉えた。マルフィスとリッキー・マルビン、ニュートラルコーナーに飛ばしておいて、一人はかわした、一人はかわして、マルフジかわされた、かわされた。しかしもう一度マルビンとマルフジかわして、バックに回っている。相手にぶつけておいて、あー、シックスオーナイン。そしてスワンダイブ式ミサイルキック、今度は横スパ進む、抱え上げて、このまま行く、力技でいった。いや、ここはこらえてかわした。もう一度、もう一度、旋回式ブローキングヘッドロック。ここはもう太田が先ほどおちょくられた、挑発された分を返そうという、そんな動きも見せました。このサイドから後頭部、前方からは蹴り、そしてキャメツキは今度は飛びつき、6人が入り乱れるこの第5試合の特別試合、場外では丸藤とシーマ、リング上は横下と太田一平。シーマが丸藤を鉄柵に投げつけました。そしてリング内登っていこうというところを太田を捉えるか、太田を捉えた横下、投げるか、投げるか、抱え上げる、なだれ式でいくのか。ドラゴンキッドも来た、何を出す、何を出す、さあスーパーランケンスタイナーだ。ここはパーフェクトに決めていった。あーと、ジャンボの勝ち、最後はジャンボの勝ち、かわしました。横下シムはジャンボの勝ち、そういう技名がついている。ドラゴンキッドの空中技、さらに抱え上げて、抱え上げて、かわした、かわして、スクールボーイ、スクールボーイ、どうだ、あーとめ、これはダメ。横下シムも今度は太田一平を飛ばしておいて、あーと、ここは串刺し式のジャンボの勝ち、そしてサンドイッチ式ミサイルキック、さらには横須賀が捉える、捉える、抱え上げてダブルアーム式で落としていった。カウント3、最後は無限で決めました。天才同士の対決、シーマ対丸藤直道、この戦いは6人タッグ、試合はドラゴンゲートが勝ちました。果たしてこの天才2人、ここで何が生まれたか。体で会話をしたいと言っていた丸藤直道、天才っぷりを見てみたいと話していた丸藤が、この対戦で何を思ったか。勝負タイムは15分34秒、最後は横須賀進む無限で太田一平をマットに進めました。ああ、横須賀とマルビン握手、そしてシーマと丸藤は両者が大胸筋を動かしながら笑みを浮かべた。丸藤、もう一度距離を取った2人です。何かマイクアピール、マイクを要求したシーマだ。お前のうち帰るんか、ちょっと待て、お前わしのマイク聞いてきや、お前ノアファンの皆さん、はじめまして、我々がドラゴンゲートでございます。一度は出たいと思ってたこのノア日本武道館大会、我々台風が出れてものすごく感謝してます。皆さんどうもありがとうございます。若輩者ながら一言マイクを言わせていただきます。3人に対して言わせてもらうぞ、おい、
太田一平、太田一平、一平、一平ちゃん、一平ちゃん、お前はカップ焼きそばかこらお前は。